まずプレミアエレメンツでこちらで動画を作成しております。ここにタイトルを入れたいんですけども、このテキスト、これをクリックして新規モード、初期のテスト、入れてスタイルというのがありますから、私はよくこれを使うんですけども、これを使うと先ほどの文字が上になりました。テキストへ戻ってこれを太文字にして、まあ、ここでフォントがありますから、ここで、まあ、適当なフォントに変えてやると。で、位置を変えるときにはこの矢印をボタンを押しておいてから、こちらの画面に戻って、まあ、このバーでこれで好きなように、まあ、位置も自由に動かすことができると。で、これをやるとよくフリーズします。それでその回避方法を今日はご紹介したいと思います。私は2画面使ってますので、こちらのモニターの方で、フォトショップエレメンツ、これを立ち上げます。写真の編集からファイル、新規で白紙ファイル、でファイル名なんで、こう適当に、まあ、ここはタイトルの位置、これが、まあ、白と背景色で透明なんです。透明にします。で、OK。透明のレイヤーが開きます。で、今度はこの文字入力ツール、これで今カラーがこの色になってますけども、これは下の窓で適当に変えれますので、例えば色を変えて、これがフォントなんで、ここは適当に自分の好みの文字に変えて、ここがサイズですけど、まあこれは何でもいいんですけども、後で変えれますから、60、まあ大きく72ぐらいしておきますから、にしておいて、これ地味なんで色を変えてみたいと思うんですけども、今度は切り抜きます。切り抜きツール、これでこれで保存します。別名で保存、このタイトルが保存できたので、今度はプレミアエレメンツ側に戻ってメディアを追加で、先ほど保存したファイルを開いて、これを映像に追加されましたけど、これでちょっとでかいので、まあ、適当に大きさを変えて、まあ、自由な位置に持っていくことができる。で、まあ、ここら辺まで欲しいんであれば、タイムライン上でタイトルを伸ばしてやると、まあ、このようにタイトルが自由なところにつけられるということで、システムが落ちると
というトラブルはこれで回避されます。